お、食った。いいひらめきました。よっしゃ。お、Aサイズやこれ。でかいでかい。でかいっす、でかいっす。どうも、はい、はい、ミスタードリームアップ今日はよろしくお願いします。今日はい、広川です。はい、はい、倉本です、はい、よろしくお願いします、はい、今日はね、何しましょうね。とりあえず、はい、まあ、鹿児島へ来たんで、鹿児島、僕ね、ずっと鹿児島でマゴチを釣ってみたかったんですよ。おっとっとっと、フラットフィッシュ、はい、そう、はい、で、それちょっとね、広川さん今日は、はい、お誘いをして、ありがとうございます。一日ちょっとマゴチをね、はい、真剣に狙ってみたいなと思うんですけど、はい、まあ、はい、軸はあれですか、ドリームシャット。そう、うん、ドリームシャット、まあ、ハックがね、ベイトということで、うん、ドリームシャットの3インチと、うん、で、このペティシャットですね、はい、この 2.5 インチと、それで、まあ、組み立てていこうかなと思って。ジグヘッドも、まあ、6グラム、10グラムぐらいぐらいですかね、はい、はい、そこをゴリゴリ投げて、うん、受けたいんですかね。まあ、いけたらいいんですかねまあ、それね、その、やりながらね、はい、そう、そうね、うん、なんせ初めてのとこなんで、そうやね、はい、まあ、ワクワクでいい、ね、やりながら、うんうん、ちょっと考えて攻めていきたいなと思うんですけど、はい、はい、最後にやっつけましょう。はい、わかりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。ベイトが出てくれてますかね。まあ、待機しそうでしょ、魚どうぞ、頑張ってください。慣れてから言うたんそうね、やろうか、うん、まあ、どこまで入れるかやね、うん、もう入ってもた方がいいんじゃない。うん、快適、快適。やっぱりね、釣りはフラットなとこで、背中釣れたでしょ。わからん。小さいな、このデコボコがすごい、ね、食ったぞ、食ったぞ。どこでもっていくか向こうまで、向こうまでランニング持ってった方がいいね。外れんなよ、外れんなよ。サイズは40センチ、35センチ。ひらめ、え、取れんなよ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 、大丈夫。ドゥ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 ン、
はい、ひらめきました。とりあえずね、鹿児島の方にドリームアップさん、倉本さんと一緒にフラットフィッシュですねを狙いに河川域にやってきました。で、やってて、とりあえずやり始めて、僕も初めて来たとこなんで、とりあえず 10g のジグヘッドにドリームシャッド、これがまだ大きさわかんないんですけど、とりあえずベイト稲子、5、6センチ、7、8センチぐらいのが多いかなと思って、これで投げて巻くだけってやってます。で、水深すごい浅いんで、10g で水深見てみて、ゴツ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 当たるんですけど、砂の流れの凹凸だけなんで、障害物少ないっていう感じで、このままそこで押し通してみようかなと思った時にコツコツときましたね。いい感じのヒラメです。はい、リリースということで、遠征なのね。資源保護という食べたいんですけどね。じゃあ、ありがとうございます。はい、こんな感じ。マゴチ来ました。ちょっとね、30センチぐらいのちっちゃいんですけど、何回かね、急に当たり出して、で、なんていうんですかね、ちょっと地合いっぽい感じかなって一瞬感じたんですね。で、投げ続けてたら、手前5メーターぐらいでピックアップに入るかなっていう、多分それぐらいの段階でここここここって入りましたね。よいしょ。はい、可愛いですけど、マゴちゃんです。フラットフィッシュいいですね。はい、ということでリリース。はい、可愛い子ちゃんですね。あ、グーグーなんか言ってます。リリースリリース。あ、岩の下に隠れました。はい、次行きましょう。一匹でいいんやけどな、マグレの。覇気がないっすよ、これもうサングラス取ったらやばいっすよ、俺顔。どこにおるんやろな。どこにおるんかなと思って、マゴチっていう魚。どこを引き際にしようかな。
か。何でしょう。マゴチっぽいですけどね。さあ、やっと来た。これはバラソニーか。ちょっと慎重に行きますね。ゆっくり上げます。だけどそんなに小さくもないような気もするんですけど。さあ、魚なんかな。首振ってますね。あ、マゴチですね。お、Aサイズやこれ。でかいでかいでかいです、でかいです。そう。うわ、おかがない。あ、おかがない。怖い。怖い。掴みにくい。よっしゃ。よっしゃ、やっと釣れた。鹿児島初マゴチ、ドリームシャート3インチで釣りました。はい、ありがとうございます。はい、釣れました。鹿児島の初マゴチ、まあ、これを狙いにね、あの鹿児島来させてもらって、まあ、狙い通りというか、苦労したんですけどやっと釣れました。まあ、あのずっと干潮から入って、でここ上げ潮で、また再度入り直したポイントなんですけども、まあ、先ほどね当たりがなかったんですけど、干潮の時はですね。で今日今またこれ入り直したら釣れたんで、まあ一緒にベイトと一緒にこう外からね入ってきた魚ですかね。いや、いいサイズ、最高っす。ありがとうございます。よし、ありがとうございました。また遊んでください。はい、行きます。OK。 はい、なんとかやりました。ありがとうございます。バンコクでください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかええの釣ってますね。いや、そうそうそう、最後のね、最後まで置いといたんですけど、やっぱりええの最後は釣れたなと。ドラマチックなこと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあまあね、河川いろいろ案内してもらってありましたね。うん、シャットええ感じでしたね。そうそう、まあ、条件がね、僕らあの初めてやるんで、うん、今日はいい条件なんか悪い条件なんかもわからないんですけど、まあ、しっかりね、食ってくれて、はい、バチッとええとこクッキングしたんで、まあ、ありかなと思いました。はい、はい、いい感じでね、釣れましたね。はい、釣れました。いっぱいいてますね。ね、ホラとしてね、ヒラメも釣れましたしね。ね、みんな一緒にやった方も、はい、ポツポツ釣ってね。釣ってね。これは楽しいゲームですよ。楽しい。これまたこの秋来ます、ね。はい、来ます、来ます、絶対来ます。また来ます、はい、はい、はい、来ます。まあそんな感じで、うん、はい、そんな感じですね。はい、あのまたシーズン変えてね、今日、ま、来たんですけど、うん、また秋とかね、そうですね、はい、冬前とかに、はい、もう一回チャレンジしたいなと思います。はい、はい、声かけてください。ありがとうございます。はい、って感じで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ロッドはドリームコン388H を使いました。で、まあ、大型のマグチが来てもいいようにちょっと固めの竿を使いました。で、今日は、PE の08ですね。08にリーダーが20ポンドを使用してます。で、ルアーですね、ドリームシャッドの3インチ、それに、DS ヘッド30の 10g、まあ、10g と 15g とちょっと状況によって使い分けをしてみました。まあ、比較的あの浅いところが多かったんで、10g にしてちょっとスローで、釣りをしました。